ケカモノハシアイスキーメムアンシフォロイズミクは、田舎の植物の一つ。カモノハシに似るが全体に毛が多く、砂浜に生える、束になって生える、多年生の草本。茎は、基部が斜めに伸び、それより上はまっすぐに立ち、高さ30から80センチメートルになる。茎は無毛化。時には、先端近くで短い毛が出る。節の部分には、銀白色の柔らかい毛が密生している。 葉は扁平で、長さが7から20センチメートル、幅が8から12ミリメートル、普通は表裏の両面ともに両面に伏せた毛が密生しており、これは幼少まで続いている。端田は高さ1ミリメートルほど、開花期は7から10月、果樹は直立する棒状のものだが、実際にはこれは、こぼをつける果軸が2本からなり、こぼのついていない果軸側の面が平らになっており、 この面で2本の下軸が密着するように接していることから外見上は一つの棒に見えているというものである。コボはこの下軸の外側の面に張り付くように密着しており、その表面には長い毛が生えている。コボは柄の先につく第一コボとその柄の基部から出て、自身はごく短い柄を持つ第二コボが一つのセットになっている。柄の先につく第一コボは、 優勢で一つのコボに二個のオスコバナが含まれる。その基部にある短い柄を持つ、第二コボはやはり二個のコバナを含み、一つは優勢、もう一つは良性である。このコボは長さが8から10ミリメートル。第一方 A は角質でコボとほぼ同じ長さで、概ねコボ全体を包む。その背側の面の両端には竜骨があり、さらにその竜骨の上には広い翼が出る。 第2法 A は、第1法 A とほぼ同じ大きさながら質は薄く、背面は丸くなって両端に流骨があったりはしない。優勢の第1小鼻の森 A は、長さ7から9ミリメートルで透明で脈がない。両性の第2小鼻の森 A は、先端が深く切れ込み、その底にある先端からは長いのぎが出ており、棒は、小鼻から外に突き出している。第1コボも、A の構成は、 第二小棒にほぼ近いが、第二小花の森へには棒がない。つまり第二小棒の第二小花の森へのみが長いの儀を持っている。約は長さ4から5ミリメートル。和名分けカモノハシの意味で、同族のカモノハシと同様、二つが重なって一つの下水を作るのをカモのクばしに見立て、さらに本種は毛が多いことによる。別名に膝折り芝があり、これは茎の基部が 膝折れに曲がっていることによる。砂丘の砂止めの柵にできた集団日本では北海道から九州まで見られ、国外では朝鮮半島と中国に分布がある。北海道では岩内郡岩内町を北限とし、九州では薬島、種子島が南源である。砂丘や稀には海岸の崖地に出現することもある。中部地方より西の地域の砂丘では、 工房麦群落に続いて、より内陸側に本種が優先した群落が成立する。高く盛り上がった砂丘でも幅広く、群落を発達させる。分散は、こぼぼと風に飛ばされることによって行われるが、海水中でも数日間は浮くことができるので、短期間であれば、海流による分散も可能である。本種の所属する、カモノハシ族のものは、外見がイネカの中でも独特で、 その棒状に見える穂、触ってみると、ブ、ま、タ、あ、つに分かれることなどで、日本では似たものがなく、容易に見分けがつく。ボの様子などが似たものに、アイアシや牛の疾病の類があるが、いずれももっと細長い穂をつける。同族のものとしてはほぼ分布域が重なるのが、カモノハシアイ、アラシュタットムバリエーション、グロカムである。本州から九州に分布し、外見的にも似ている。 生育環境も海岸近くの湿った場所に多いが、砂浜に出ることもある。ただし、本種の方が毛が多い点で、見分けがつく。カモノハシは無毛なのが普通であるが、多少の毛が出る方があり、また本種にも毛の少ないものがあるが、その場合でも茎の基部の節の部分に、本種では密生した毛が出るので、これを確認すれば、区別はつく。遠目には、 カモノハシの方が細身で痩せている感じに見える。より細部についてみると、コボでは、本種では、第二コボの第二コバナの森へに長いのぎがあり、コボから長く突き出すのに対して、カモノハシでは目立つのぎが全くない。ただしこの種の基本変種である、台湾カモノハシバリエーション、アラシュタットムは棒があり、この変種は、キーハン島以南、琉球列島に分布する。 なおやえやまかもの橋あいむうたかむが、沖縄県以南で海岸の砂地に出現する。以下、主として、長田、P714 以下も、牧野原町、P425 大橋ほかへん、P87 中西、P33 以下、中西、P33 佐竹ほかへん、P91 長田、P712 長田、P157 大橋ほかへん、P87、 ありがとうございます。